こんにちは、フルート大好きミミウです。今日は久々にクラシックの曲に挑戦してみたいと思います。曲名は亡き王女のためのパバーヌという曲で、有名なので皆さんご存知だと思います。ゆったりした曲調なので、吹きやすいのは吹きやすいんですけど、結構低い音ですね、低音がしっかり出てくるので、低音をしっかり響かせるっていうのは結構難しいっていうのと、途中で急に中音に変わったところとか、あと高音の部分が一部あったりするので、そこの切り替えというか上手に移行するっていうのもポイントというか難しいところかなと思います。最初のところはシャープが1つ、ファシャープが1つで、途中からフラットが2個ですね、シとミのフラットに変わって最後ファのシャープに戻るっていう構成になっています。その辺の切り替えも私結構ちょっと混乱しやすいので、そこもちょっと、難しいといえば難しいところかなと思います。はい、じゃあちょっと実際吹いていきたいと思います。ちょっとミスも多いと思うので、そのあたりはご容赦ください。今フルート1年目になります。はい、じゃあちょっと吹いていきます。じゃあ先にちょっと音出しします。ありがとうございました。久々にちょっとクラシックに挑戦してみました。
っぱりこう低音をこうしっかりなんかこう下に向かって吹き込むっていうのが結構しっかり音を出すコツかなとちょっと最近感じていて、まあ、それを意識して吹いてはみたんですけど、はい、まだまだこれからです。これからも頑張っていろんな曲に挑戦してみますので、よかったら聴いてください。最後までお聴きいただいた方ありがとうございました。